こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。今日は、オーストラアマゾン室個別サポート。まあ、このサポートのね、えー、肝というか、まあ、ちょっとね、説明が十分でない。結構質問がある。そしてお会いした方から、ね、えー、なかなかわかんないけど、いろんな動画を見て、私のいろんな動画を見てたんで思い切って申し込みましたというような話を聞くんですけど、まあ、そうじゃない大部分の方はね、 商品探しどうやるのというところでね、結構疑問が多くて、えー、踏み出せないというのがね、えー、最近の、まあ、今まで買いになってくれた方、あるいはね、入会迷ってる方、入会したけどね、えー、ちょっと進め方で戸惑ってる方、まあ、その辺の話を聞いてね、えー、この商品探しをうまく説明する部分がちょっと足りないなというのをね、えー、痛感してます。 ま、実績的にはでも、一人でやったこの3万4000ドル。これ380万ぐらい。で、利益が、え月間120万弱。あるいはね、え2万2000ドル。1万4000ドルと。ま、申し分ない売り上げ上がってるんですけど、じゃここまでどうやって、何の商品で稼ぐのというのがね、ま、正直、え十分じゃない。で、この商品で出てますけど、ま、ぶっちゃけ、 これね、今現在これやれば儲かりますなんていう商品を載せるわけもなく、まあ、そんなことやったらこれで儲けた人の迷惑になっちゃうんで載せるわけもなく、以前は儲かったけど、今からじゃちょっと遅いねとか、まあ、ちょっと扱うのにね、問題があるような商品を正直載せてます。ね。あの、まあ、当たり前ですけどね、儲かってる商品リストこれですなんて公表しちゃったらね、まあ、その時点でもうおしまいなんで、え、今扱えば儲かる商品は載せられない。 ただこういう商品でも分かりましたよ。こういう商品を見つけるサポートをしてますという事例としてね、この商品は載せてます。じゃあ具体的に何をやるのというのがね、あの、すごい説明しにくいんで、何しろね、転売未経験者の方、あるいは転売やったことがある方でも儲けたことのない人にはちょっと理解できない。ね、理解できるような説明ができないと。ね、 いう部分があるんで、まあ、ぶっちゃけ、まずは、ね、乱暴なやり方ですけど、申し込んでください。で、申し込んで1万8000円を払っていただくと。で、私は私で、えー、あなたにきちんと稼げる能力があるのかどうか、えー、ね、えー、いつもいろいろ質問しながら確認させてもらいます。で、あなたは、まあ、そのサポートを、ね、受けてどういう商品を探すか。まあ、それをね、えー、納得いくまで質問してください。 あの、実際やってみなきゃわかんないんですけど、やってみなきゃわかんないからまずは金払えと言うんじゃあまりにも乱暴すぎるんでね。このスカイプの相談をして、あ、なるほど、それなら稼げますねと。やっと理解できましたと。まあなったらね、残金を払ってきちんとサポートを受け始めるという形にしてもらうのがいいのかなと。一人一人の状況に合わせて、 何を探すんですよって説明じゃないと、正直ね、万人受けする方法でこういう商品ですっていう説明もできませんし、まあ逆にね、え、リストを作ったらそのリストっていうのはね、え、儲かるリストじゃなくて儲かんないリストになっちゃいますし、いろいろ考えるとね、もうやっぱり、あの、これもうスカイプで、あるいは電話でね、 え、説明して、こうやるんだよと、ね、あの、実例を挙げて、じゃああなたはここに行きましょう。まあ、こういう商品を探しましょうと、言うしかないなというところにね、えー、今、今の段階では落ち着いてます。まあ、それしかないだろうと分かりやすく説明するのはね。まあ、ただ、言われた通り商品探した際にね、どんな、どれぐらい儲かったか、え、どんな商品扱ったか、まあ、その実例ね、公表できるやつ、え、この、え、動画つけときましたんで、え、よかったらご覧になってみてください。